チェリーです。今回はくぅー角川のストライクザブラッド姫らぎゆきな常夏のウェディングブルー、結構箱でかないですか。もう前に出してるからでかいっていう風に見えたかもしれないですけど、かなりのサイズ感、胴体ぐらいありますよ。うわー、外観見てくださいよ。可愛らしく仕上がってますね。この何後ろの花までついてたらねめっちゃ良かったんですけど、それは自分でなんか作ってくださいって感じですかね。はい、こんな感じの外観です。ほんならいつも通りキッチンコで回していきます。それじゃあゆきなちゃんじっくり見ていきます。いつきの紹介動画見てもらった方は分かると思います。完全に出血しておりますよ。連発でやってますんでね、とんでもない。これはだいぶ支障をきたします。じゃあ見ていきましょうか。これねかなり危なげなパーツいっぱいありますよ。うーわー、なにこれ、ホウボウみたいになってね。これホウボウね、魚の。全然ちゃう。いや、ダイナマイトボディすぎるでしょ、これ。中学生ですよ。ほんま。中学生で、おっぱいでかい子、いました。はっきり言うけど。これに近いぐらいのでかい人、いましたけど、大抵太ってましたね。うん。細くて、こんなに大きい子は、まずおらんかった。俺の学校には。えっぐー！うーわ、これちょ、大丈夫か？マジで。ちょっと。で、髪の毛とかもね、ちょっと、濡れ感がすごい強い。びっちゃびちゃって感じ。ほら、黒光りしてるでしょ。で、このタバカ見てください。なんか襲いかかってくるナメクジみたいな。グリグリグリってなってるでしょ。すっごいリアル。うわ、ほんま髪の毛めっちゃ綺麗。で、髪飾りのこのバラも見てください。意外に、ゴーンと模様入っててね。こう模様って言うんかな。結構しっかり型取りがガチガチガチってなって綺麗ですし、脇えぐい。ほんまに。いや、マジでここに酒入れようかな。生放送中。うん。あんないつもグラスに入れてんと。酒は脇で飲めって教わったでしょ。先生から。うん。その先生漏れなく捕まったでしょうけどね。酒は脇に入れて飲めって俺は教わってますんで。マジで飲もうか今悩んでます。はっきり言うけど。うん、ほんで、この谷間がえぐい。マジか。これ首とか取れたりせへんのかな。首は結構ちゃんとガツンとはめ込んでるタイプかな。体のね、色も一色じゃない。一色のっぺりしてるのが大抵多いはずなんですよ。この間、フィギュアね、味方が国王も変わったんですけど、アッチさんの言うてる通り。なんか、色の使い方が一色のやつが多いよ、みたいな。割と多いから見てみ、みたいな、そんな感じで見たんですよ。これめちゃめちゃ肌色感すごない？全然ちゃう色使われてる。おへその周りもくぼんでるところ濃いなってて、パンツのくぼみガーンとこう色強なってて、太ももなんかもう極めつけですよね。グッとこう血が通ってる感じがする。ほんまに脇も濃いでしょ。うわ、これ、うん、なんか顔は確かに色怖いわ。もうちょっとなんかオレンジっぽさとかもね、入れてくれれば、このオレンジというか赤の朱色とか入れてくれたらよかったんかもしれんけど、体がもう生き生きしてる。うわー、めっちゃ可愛い。うわー、これ、この足の、何ソックス？すっごい綺麗。ほら、わかる？全然色味違うでしょ。おいおいおい、マジか。すっごい足の角度。これ折れるで、普通に考えて。いや、ほんまに。すねから直立してますもんね。普通やったら折れますけど、これ耐え切っとるよな。後ろはね、もう、マジか。ああ、ああ。びっくり。おう。なんて言って今。ばっくりこれ。むちゃくちゃなパンティ。ああ、
これね、モリッとしてますよね、キッコロと。ここ、モリゾーなんですよね。見えるかな、モリゾーとキッコロ。キッコロとモリゾーちゃうな。うん。愛知万博ですよ、これ。完全に。万博記念公園。ほんま。で、このリボン。ビランビラン。揺れるから気をつけなダメですよ、これ。バリーンって言うから。で、背中に、このバラと共にリボンが、ぐーんとついてて、背中ね、クロスになってる。こういう感じで、表向きの、この脇腹あたりからグッと両方から出てきてのクロススイング。表にはどうなってんねやこれ一応肩にはかかってますけどね、クロススイングされ、あ、なるほどなるほど、こういってクロススイングしてるわけやな。うーわー、綺麗なお背中でございますね。ほんならパーツも見ていきましょうか。とりあえず台座見ていきますね。これはほんまもう至ってシンプルな、ちょっとテッカテカな、若干透明気味のホワイト。うん、めちゃくちゃシンプルですね。これあんま見るとこないでしょう。じゃあ石化炉を見ていきましょうか。これね、すごいよ。めっちゃ柔らかいから根元から折れる可能性ありますよ。しっかり梱包されてました。これが下っ側ね、ここをボコンと挟んで、挟むんじゃない、こう差し込むタイプですね。ちょっと石化炉を近くで見ていきます。いかがですかこれ。ギランギラン度が高いでしょ。むっちゃギラギラしてる。反対側はバラがズコーンとど真ん中に差し込んであって、その根元からこのスパイラルグリグリが出てますね。ちょ、ほんまこれ折れそうで怖いんですけど、強めに当たったらパキっていきそうですからね、気をつけないとダメですけど。まあこのウェディングやいうことでこれがついてることによってね、さらにウェディング感増すんでしょうね。これを装着するんですけど、むちゃくちゃ難しいですよ。どうやって装着すんのちょっとわからんけど、とにかくこうまた後でねしっかりやるけども、下から差し込む感じですね。え、ちょっと待って、これほんまいける？いやいやいや、これ無理やんけ。初めてつけるのに一発でポコンいった人絶対おらんと思う。今もう箱見ながら5分ぐらい戦闘してましたからね。難しいわ。でも装着できたらこれは完璧なる、ゆきなちゃんの完成でございます。ほんならちょっと台座にはめ込んでみましょうかね。グッといける？よし、もうスコッといった。うーわ、まああんま変わらんから、そんな台座がベロンとなってないからね。いやーかわいい。もうちょっと顔見ときます最後。うえー、なんかまあ無表情っちゃ無表情、笑ってはいませんけど、まあやっぱゆきなちゃん可愛いですよね。おるだけで可愛い。あとこの豊満なボディ、ここまで豊満やったかいぐらいね、ガッチガチのボディですよね。ちょっとゆきなちゃんじゃなくてアサギとかキラサカのフィギュアもうちょっと出してほしいですね。ほんなら最後ね、ゆきなちゃんクリッと回してみましょうか。グリーンと。うわ、ほんま後ろええでしょ。ゆきなちゃんカラーの青もねガーンと使われてて、ちょっとドレスの色も水色気味で、水色というかまあミントみたいな色ですね。そんな感じに仕上がってて、程よい光沢が入ってて見栄えもよく、ごっつい可愛いフィギュアでした。はい、いかがでしたでしょうか。こちらの石化炉グワングワンゆきなちゃん、やっぱりこう高さもあってね、あとドレスのきらびやかさもありまして、ものすごい可愛いフィギュアに仕上がっておりました。ごちそうさまでした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。